ます。今日も楽しく遊ぼうな。はい、いいか。はい、今日も楽しく遊ぼうな。はい、遊ぼうな。よいしょ。今日はね、我が家が雨の日にやってるトリーツを使った遊びをこの子たちと一緒にやろうかなと思います。顔映ってないけどさ、思いますって言ったら皆さん想像できたかな、思います。じゃあこれうちで使ってるトリーツです。なんでこれ使ってるかっていうと、何かあった時のために市販のフードが食べれた方がいいっていうので、トリーツとして市販のフードを使ってます。やる？頑張る？頑張るぞ。痛い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 。こら。なんでしょう？sit sit plank。はい、wait。のーまひなちゃん。あ、す大丈夫。テンション上がった。テンション上がりすぎて。これを何でもいいんですけど、プラウちゃんタオルの上に。ほら、セッ、ウェイ、どれぐらい、どれぐらいでもいいよ。出して、お弁当箱包むみたいに結びたい。結べた。そしたらもう一個もね、こら、この子たちはすぐに何してんの、ほどけちゃうからもう一回結びます。たったこれだけ。これを渡す。でもうちは3匹いるんで、3個作ってから渡されて喧嘩になっちゃうんで、3個作ってからできました。これを早速渡していきたいなと。あー、ほらほら、ね、どうでしょう。ウェイ、トリーツを使った遊びをすることによって、ワンちゃんは頭を使います。頭を使うとエネルギーを消費します。なので雨の日とかお散歩に行けない時、ぜひ活用してみてください。はい、やっちゃん、はい、プラウちゃん、オッケー、マリナちゃんどうぞ。アース下手くそなんだっけ。あっちゃん、マリナちゃんがね、多分一番ね苦手だかな。あっちゃん、マリナちゃんはタオルの上から噛んでる。遊びじゃないでしょ。頑張って、頑張ってほどくんだよ。初めてやる子とか2回結ばんでもいいかもしれない。これじゃあ今日そういう作戦でいく。違うよ、ここを頑張って掘るんだよ、ここ。中身出せたっぽいよ、おじさん。頑張れ頑張れ、頑張るんだ。いや、もうちょっと緩まっては来てる。マヒナ全然たどり着いてない。マヒナちゃんね、あ
んまり上手じゃないのこれ。タオルガジガジじゃないよな。ガジガジしてる。頑張れ頑張れ。持つ持つ持つ。見た見た。見てる見てる頑張れ。出た？よかった。これのいいところはね。集中してやってくれるからね、静かになるの。確かに、めっちゃ静か。よくわかった、一生懸命見せてあげるかな。こっちかな、あっちかなって考えてる。起きてるのに静かってうちなかなかないもんね。なかなかない。ほどけてるよ、もうまひなちゃん。まひなちゃん、もうほどけてるよ、出てるもん。わざわざ裏側から感じるのにもう出てるやん。アスできた？一番上手だったプラウちゃんのタオル、結構綺麗に使えてるでしょ。いいね、こっちがアースちゃん。アースちゃんもまあまあまあそんな汚くはないかな。見てこれ、まひなちゃん。上手じゃない子はね、タオルごといっちゃおうとするの。タオルを使うと誤飲があんまりない、飲み込めるサイズじゃないからね。初めて使う場合、ワンちゃんこれごと食べようとする子が多いから、目の離さないように、目の届く範囲でぜひやってみていただけたらなと。それから雨増えるしね、お散歩行けない時ぜひ活用してみてください。タオルがないよっていう場合、もう一つトリーツできる方法があって、紙を使ったトリーツ遊びもあるんで、それでは紙の方も行ってみよう。次は紙を使ったトリーツ遊びやっていきたいなと思います。まずね、丸めます。何の紙でも大丈夫、コピー用紙でもいいし、チラシとかでもいいし。丸めたらどれぐらいの大きさでもいいんで、適当に これぐらいかな。手にちぎります。で、あとは紙の中に数粒入れて包むだけ、これだけです。この中にたまにこういうふうに包んでないやつっていうのを用意して、これで何個も用意します。準備ができました。あとはこれを投げるだけ。はい、いってらっしゃい。はいよー。はいはいはい、やばいやばい。はいはい、デメリットは家中がとても散らかる。これさえね、クリアできれば、この子たちが遊び終わったらゴミ箱に運んでくれればなお完璧。これはなんか宝探しゲームみたいな感じだからね。終わったかな、もう全部出し終わったっぽい。はい、じゃあ片付けしようか。早くね、片付けてあげないと。おやつの匂いがついてるからね、紙食べちゃうんだよね。よし、今日も朝から雨だけど楽しい一日にしような。